2014年のキックノアライフ、初めてキックボクシング見に行って、たまたまそのタイミングでジムに入った。 10年経って、まあ、そっから、まあ、石井さんと、まあ、会長と育ててもらったんで、これはなんかそういうタイミングなのかな、はい、見せたいです。ちゃんと強くなったところ、はい、メインイベントに抜擢されたのは小野寺力、石井博樹の意志を継ぐ男。WMC 日本スーパーバンタム級王者加藤優吾。強烈なパンチを武器にムエタイルールで日本王座を獲得。標準をライズに定めるとトップランカーを次々に撃破し、ランキング3位まで上り詰めた。しかし今年タイの有名テレビマッチ、トゥルー・フォー・ユーの王者ジャルンスックと対戦し、惜しくも敗北を喫した。本当のトップっていうか、そこに行けてないのがあるんで、でもなんかもう一回初心に戻って基本から今やり直して、再浮上へ磨き上げた剛腕を爆発させる。対するは大国よりヌアシラー・ウォー・ラジャー。現在名大会で権威の増すトゥルー・フォー・ユーでランカーも経験したアグレッシブファイター。肘なしルールでも強い男は対応する。ムエタイは令和でも強い。石井さんが引退してからずっと知ってる、そこでメインなんで、はい、ちゃんと倒して強いところを見せたいです。ノーキックノーライフメインイベント、キックボクシングはここにある。加藤優吾 VS 沼代ウォーラジャー。